マリア・スーエレン・アルテマンは、ブラジルのサンパウロ出身の柔道選手。階級は 78kg 超級。身長 173cm。体重 109kg。初段。柔道は9歳の時に始めた。国際大会では何度も上位に食い込むもののなかなか優勝はなかったが、2011年のグランプリアムステルダムで優勝した。2012年1月のワールドマスターズでは、初戦で中国のトウ・フミには敗れたものの、背負い投げで有効ポイントを取る健闘も見せた。5月のグランドスラムモスクワでも優勝を飾った。7月のロンドンオリンピックでは準々決勝で、日本の杉本美香の圧死者で敗れると、その後の3位決定戦でも、トウ・フミの腕勘で敗れて、メダルを獲得できなかった。10月に、地元で開催された世界団体では3位となった。2013年に入るとワールドマスターズでは2位、グランドスラムバクー及びグランドスラムモスクワのグランドスラム大会では2度の優勝を遂げた。地元のリオデジャネイロで開催された世界選手権では決勝まで進むが、ロンドンオリンピック金メダリストであるキューバのイダリス・オルティスの合わせ技で敗れ2位に終わった。2014年の世界選手権では準決勝で、立本愛と対戦し、指導1で破るも、決勝では、オルティスの裏投げに敗れて2年連続2位となった。2016年に地元で開催されたリオデジャネイロオリンピックでは、初戦で敗れた。2019年の世界選手権は5位だったが、世界団体では3位になった。2021年の世界選手権では準々決勝で冨田若春に敗れるも、その後の3位決定戦でオルティスを18度目の対戦で初めて破って3位になった。IJF 世界ランキングは3588ポイント、獲得で6位。ありがとうございます。